皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2023年11月9日に行われた、第82期順位戦、B 級1組7回戦、羽生善治九段と、近藤誠也七段の一戦をお送りするよ。さて、2名が A 級に昇級し、3名が B 2へ降級する、鬼の住処 B 1リーグ。現在トップを走るのは、6勝1敗の増田康弘七段。羽生九段は4勝3敗で5番手につけ、近藤七段は3勝4敗ながら高級圏、2番手から9番手まで、大きな差がない団子状態ね。上位も油断すれば高級圏に沈み、下位でも勝ちを重ねれば一気に昇級を狙える。まさに孤独の壺、おどろおどろしい状況だ。昇級争いに食いつきたいし、高級もしたくない。そんな胃が痛くなりそうな一戦になりそうね。では、対局の前にプロフィールを確認しよう。まずは後手の羽生九段。1970年9月27日、埼玉県所沢市出身、故、二神達也九段門下の53歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場138回で99期獲得、一般棋戦優勝45回。右へ左へ東へ西へ、会長職の忙しさをものともせず、盤上で織りなす混沌の将棋。深く踏み込み叩き潰す、そんな腕力将棋も板についてきたな。オールラウンダーゆえにどんな盤面もなんのその、本日は後手の羽生九段といえば横歩取り、その手に持つのは刀かなたか、あるいは丸太か、序盤の誘導にも注目しよう。それではもう一方、先手の近藤七段。1996年7月25日、千葉県八千代市出身、初志和春七段門下の27歳、今期竜王戦3組、順位戦 B 級1組、棋戦優勝がないのが不思議なくらい、常にどのトーナメントでも上位にいるし、間違いなく、現代将棋トップクラスの実力者よ。とても綺麗な指し筋の正統配備者等で、後手を苦にせず、着実にポイントを抑えるな。今年は若干負けが上回っているけど、持ち時間の長い将棋は得意。今日は順位戦、じっくり考える丁寧な将棋で勝ちたいな。先手の優位を生かし、ペースを作るのか、あるいは羽生九段の好奇心に付き合うのか、その盤上の姿勢に注目ね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、近藤七段。マリサが後手、羽生九段だぜ。それでは、お願いします。7六歩。お、初手は角筋オープンからか。8四歩、これ早ぶらし効かな？のんのんのん。2六歩。どうせなら、もっと楽しい方向に進もうよ。3、4歩、むむ、これはもしかして。そう、そのもしかして。2、5歩、さあ、後手は一手損か横歩取りを選ぶのか。8、5歩、随分挑発的な出だしだな。7、8金。3、2金。角を交換することなく守りをつけて。2、4歩、いよいよ進むは横歩の将棋。なんとなんと。同歩、最も激しい戦型に進むのか。というわけで、同飛車、さあ、殴り合いのスタートよ。8六歩。同歩。同飛車。角道を開けた歩が、ひょっこり浮いているので、3四飛車、取り込み、手駒を持つのが横歩取り。早い段階で手駒を複数持ち、陣形が横に広く、厚みがないことが多いので。三三角、手駒を生かし、激しくなることが多いんだ。五八玉、王様自ら天井の守備に当たる。五二玉、中央でバランスを取る、中住まいという形だ。三六歩、速攻を意識し、銀桂の出口を作る。七六飛車、私も横歩を取り、より激しく行くぜ。七七角、そして臆することなく飛車を引き。七四飛車、飛車と飛車、角と角がぶつかり合うぜ。同飛車、早速血しぶきが派手に飛んでない？もちろん。同歩、ノーガード、ぶっ倒れるまで殴り合おうぜ。ちょっと何言ってるかわからない。ひょっとして私は、触れてはならない破壊神を起こしてしまったのかもしれないね。まあそう言うなよ。想像の前に破壊あり、と派手に花火を打ち上げようじゃないか。仕方ないなぁ。2四歩、歩を垂らし、攻め口を確保、ひとまず。2二歩、拠点に誤り、受けを用意だ。右の次は、8三飛車、8筋からも攻めを用意、挟み撃ちよ。8二歩、竜は作られるが、追い返す。中段に引いて、8五飛車なる、拠点に竜、主張を2つ張っていく。2四角、一つ一つ丁寧に潰していくぜ。8三歩、歩をねじ込み、ラインをこじ開ける、受けようと金を上げると。8二歩なる、同銀に、7四竜が角金両取り、一気に勝勢ね。
当然、その筋は見えているので。同歩、歩を取り迎え撃つ。歩が上がったことで。5五角、通ったラインに角を覗く。させない。2五飛車、香車を取れば、竜をす抜いてやる。7七桂、竜に紐をつけ、ただにさせない。それでは、5五飛車、飛車角交換に踏み切り竜の位置をずらす。同竜。中央に引きつけた竜をターゲットに。3三角、角を当て主導権を取る。元の場所に避け。8五竜、左辺の攻めに戻るわよ。攻めの猶予は与えない。5五角打つ、角の2連装で7筋に狙いを定めよう。2八歩、2枚替えはいいとして、香取りは拒否よ。それでは、7七角なる、金桂2枚替えに、馬作りでよしとする。同金。同角なる。ここまで絶え間ない殴り合いが続いているね。8八角、攻めに息切れした方が押し切られそう。その点、同馬、手持ちの駒が多い、私の方が攻めを続けやすい。同銀、でも、大駒は私の方が多く強力よ。小回りの後手、一撃の先手、陣形は2手横に広がってはいるが、それぞれ攻め手の特徴は大きく違うよな。先手は2筋の低さと、金銀が横に広がっているため、連携に一抹の不安がありながらも、右辺はまんべんなくカバーできているね。一方、左辺は銀1枚で支えることになり、スペースも多く、特に浮き駒の脇に、狙いをつけられるのが心配ね。後手陣は2筋3筋が壁になっており、王様が1筋方面に逃げるのに、障害になりそうで、先手の竜が攻めを伺っている。7筋8筋も守りがついていなく、なるべく早めにカバーしたいエリアだな。竜が侵入し、後手玉を追えば、壁が邪魔になり、袋のネズミだ。その状況を回避するためにも、7二銀、銀を立ち、侵入経路をカバーするぜ。7四竜、歩切れを解消しながら7筋のスペースをカバーよ。7三桂、風地で狙われそうな桂馬を跳ねる。4六角、7筋に火力を集め、突破を伺おう。このままだと7筋から強引に突破され大ピンチ。何か、返しの技が必要だ。先手玉は薄い陣形の中でバランスをとっているが、小銀に守りがついていない上、ちょうど、玉竜が角のラインに来ている。よし、桂跳ねにより紐付けができる今こそ。8五角、竜取りに小銀攻め、選択肢を押し付ける。7五竜、避けつつ自力の小銀に守りをつける。7四歩、これで7筋集中砲火は回避できそうだ。8六竜、小銀は守りつつ、いつでも切る覚悟よ。7五金、それならその竜、追わせてもらおう。8七竜、小銀に迫りつつ、竜を追う。7六金、これ以上逃げるのは難しいぞ。当然。8五竜、それも見越しての遊郭交換よ。同桂。ただ、後手に飛車が渡ったことで。4八玉、スペースが明確に弱点、早逃げしよう。6八飛車、両取りで一気に攻めに回る。なんの。5八飛車、飛車をぶつけ、陣形調整を狙う。6九飛車なる、させじと竜を作り、力を貯める。5九金。8九竜、なんとか王様を収納し、硬さを作れた。9八角、竜取りに角を打ち、返してもらおう。同竜、再び飛車を渡すが、先手に駒を使わせ。同香、同時に、6七に攻めの足がかりができているな。6四桂、攻め入る前に角道を止めつつ、間接的に先手玉を睨もう。7八飛車、6七金を先に避け、その足で反撃を狙う。6七金、構わず潜り込みぶん殴る。7四飛車、角道は止めてあり、7筋に威力はなく。7三歩、追い返せば特にこともなしだ、ぐぬぬ。7五飛車、先手の攻めを跳ねのけ、こちらのターン。8六角、飛車取りに当てつつ、金取りが先手玉に迫る。7九飛車、避ける手をそのまま金の守りに当てる。6八金、じわりと迫り、先手陣を剥がしてしまおう。同金。同角なる。このまま黙っていては自利品、角なる上は。7四歩、覚悟の攻め合いに打って出るわ。同歩。まずは後手陣の連携を崩さなくては。7三歩、叩きを入れ、金銀を分断よ。同銀。銀が浮いてできたスペースに、8一飛車、切り札の飛車打ち、敵陣に竜を作るわ。7二金打つ、壁を作りつつ、飛車を追い詰めよう。9一飛車なる。むむむむむ、さらに竜を追って銀を引き。8二銀、先手は竜を作っても、何もできないな。8一竜、来なくそう。大体のファンタジー作品では、
71金夜、龍は封印するものって相場が決まってるぜ。急に龍、ぐぬぬぬぬぬ、封じたその手が自陣強化にもなり、79馬、あとは先手玉を落とすだけ。同銀。99飛車、近況両取りで、攻めが続くな。24角、41角以下の詰めろで最後の勝負。それには、98飛車なる、大手で返し、手を進めさせない。37玉。龍の利きを通した上で、33金、角道を塞ぎ、詰めろを解除。同角なる？角を取る桂跳ねがそのまま。同桂、先手玉の退路を抑えてしまう。34金。32銀。桂馬を守り、浮いた銀の裏に。31角、角を打ち込み食らいつく。だがしかし、4号桂、詰めろに繋がらず、こちらのターン。26玉。金に当てる手がそのまま。33歩。先手玉の余裕も消す、非常の当選簿だ。ぐぬぬ。自力は方位が進み、退路は狭く。かといって、角を拠点に攻めを敢行しても、退路はバッチリ確保され、捕まる見込みがなさそうね。これ以上やっても散り際を汚すだけ。これは乾杯ね。結構私も頑張ってるつもりだけど、伝説と言われる大棋士、その発想と血の気には脱帽だわ。負けましたー。ありがとうございました。望んで横歩取りの殴り合いをしたのに、ボッコボコにされてしまったわ。おとなしい顔して盤上では暴れ馬、戦闘民族そのものじゃない。まったく、騎士の本質はわからないものね。なんというか、羽生九段らしい。お、殴ってくるの？いい度胸黙ってました。とでも言わんばかりに。激しいとされる横歩取りの中でも、さらに血生臭い、愛横歩、聖夜七段が角を交換しなかったことから、危機として羽生九段が飛び込んでいった格好だが、角と角、飛車と飛車が、自陣整備も追いついていない状況で、いきなりぶつかり合う、暴落の試合。お互い壁を抱え、攻撃全振りの将棋から、飛車2枚対角2枚、大駒対小回りの小駒の構図という、最初から最後まで、とにかく両極端な将棋だったな。両極端というか、主義主張が一切噛み合わない、まさに殴り合いの戦争だったね。その中でもやはり、先手の7筋、後手の8二がポイントで、先手は飛車を渡せば一気に形勢が悪くなり、後手は8筋に拠点を作られると、3筋に壁があるから、プレッシャーが強くなるという、お互いリスクを抱えていたな。最終的には先手の飛車を、58手目に絡め取ったことで、後手が形勢を良くしたんだが、ここでもやはり、桂馬が重要な駒に紐をつけつつ、取り返す手がそのまま反撃につながる、味のいい手として、効果的だったな。さらに、先手が意を決して飛び込んだ飛車も、金金銀の3枚で幽閉し、先手の攻め手が途切れてしまった感じ、組み伏せてタコ殴りにする、柔術のような、血の気の多さの勝利な気がしたぜ。まず字面がひどいわね。とても知的競技と思えないわ。最後に物を言うのは闘争心なのだよ、ぐぬぬ。この結果を受け、羽生九段は5勝3敗とし、昇級争い4番手に上昇。近藤七段は3勝5敗、未だ高級圏にいるんだね。B 級1組は全12戦、それぞれ残り4戦、抜け番もあるので、そろそろ1戦1戦の緊張感が強くなってきたな。昇級争いはマッスーが7勝1敗で頭2つ抜け出して、ストレート抜けが見えてきた状況。何が起こるかわからない、としても残り 1.2 枠ってところかな。残り4戦、増田七段の相手は、木村九段、沢田七段、大橋七段、屋敷九段、木村九段は残り5戦、順位の関係上、全勝しないと残留は厳しいし、12月の沢田七段は昇級争いの当事者、大橋七段、屋敷九段も、状況次第で昇級の目があるからな、一切の油断ができない残り4戦だ。羽生九段の残りの相手は、木村九段、千田七段、糸谷八段、三浦九段、戦術の通り木村九段は必死に食らいついてくるし、他は全部団子状態。そして近藤七段の残りの相手は、沢田七段、大橋七段、木村九段、山崎八段。どこにでも顔を見せてるおじさんよ。沢田七段もキーマンになりそうだ。気がついたら大詰めの順位戦、泣いても笑っても結果は出てくるので、私たち見る側も、魂を込めて応援しようね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。
バイバイキン。